皆様大変お待たせいたしました。ただいまより小泉元総理大臣の記者会見を行います。はじめに小泉総理よりこの度の友達作戦被害者支援基金創設の趣旨についてお話しいただきます。どうぞ。本日から5年前の東北大震災の際に友達作戦として参加し救援活動していただいた兵士たちが病に苦しんでいると、そういうことを聞きましたので、これはなんとか少しでも支援をしなければいけないなと思って本日から友達作戦被害者支援基金を設立して募金活動を始めたいと思ってこのような場を設定させていただきました。できるだけ多くの皆さんに関心を持っていただいてですね、あの作戦に参加していた兵士のために何かできればお役に立てればいいなと思って今日は会見をしたいと思いまして、皆さんのご協力をいただきました。誠にありがとうございます。まず今までの経緯を説明したいと思うんです。この5年前の友達作戦に参加してくれたアメリカの空母レーガン乗組員はじめ、アメリカ政府は空母レーガンが韓国に行く途中だったのを、この事故を聞いて、震災を聞いてですね、急遽その方向を転換して日本に救援に行くようにと言って東北沖合に停泊してですね、約1ヶ月間救援活動していただいたわけですね。それが、まあ、アメリカ政府としては日本政府の要請に基づいて全力で支援をしてくれたわけです。海軍のみならず海兵隊、空軍、陸軍、まあ、総勢2万人を超える兵士が参加して懸命に救援活動をしてくれたわけですが、その間ですね、あの空母から沖合に停泊してヘリコプターで救援活動をした兵士の中で放射能がその空母に向かって流れてきたのを把握していませんでしたから、防護服何もつけずにですね、それぞれの救援活動に勤しんでいた。ところがだんだん日が経つにつれてですね、自分の体がおかしいと。最初の頃は海軍のお医者さんに見せても原因不明だと言われた。それが半年経つうちに、1年経つうちにどん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 体がおかしくなってくる。元より海兵隊の兵士ですから、聞くところによると軍隊でも海兵隊が一番厳しい訓練する、健康診断もしていると。頑健な兵士ですよ、20代30代。そういう兵士たちの体が1年たち2年たつとですね、鼻血が出てくる。
お尻から血が出てくる。節々が痛い。レントゲン取ってもらうと、何か体に腫瘍ができている。そのうち、十分な活動もできなくなる。十分な活動できなくなると、除隊せざるを得ない。アメリカは日本みたいな医療保険、健康保険ありませんから、自分でお医者さんに行くと費用が大変かかるということで、だん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 被害者が多くなってきた。で、私はこの話を3月の30日に初めて聞いたんです。今日ここにおいでのブライアンさんからですね、実際あの友達作戦に参加していた兵士が病に苦しんでいるという話を聞いて、そういう事情を知らなかったと。で、兵士の中ではアメリカでも日本でも報道されない、小泉が来てくれて、小泉が話を聞いてくれれば少しは報道してくれるんじゃないかという期待から、小泉さんできたらサンディエゴに行ってその病に苦しんでいる兵士から話を聞いてくれませんかという話が初めてなんです。そうかということで、私は去る5月4日間ほどサンディエゴに伺って、実際病に苦しんでいる兵士12名ですかね、3日間にわたって聞いてきたんです。で、そういう話を聞いてですね、本来だったらば10代30代の兵士ですから、これから将来のある方ばっかりですよ。そういう人たちが任務とはいえ救援作戦に参加して病に苦しんでいる姿を見てですね、これはちょっとほっとけないなと、あ、お気の毒だな、かわいそうだなと言って済ますべき問題ではないと思ったんです。もとより、私は今政界も引退しましてですね、できることは限られておりますが、まあ、政府は何もできないということですので、何かしなきゃいけないなと思いまして、細川元総理と相談しましてね、少しでも彼らのために何かできることをやろうと、病気のお見舞いだったら何か花束とか果物とか品物を持っていくはずなんですが、行くときにも何かお見舞いを持っていかなきゃいけないなと思ったんですけども、被害者がね、当初は7名か8名で被害が出てきて、裁判に持ち込んだという話を聞いています。それが5月の時点で300人を超えていると。そんなに大勢かと、そんなに大勢の苦しんでいる人がいて、ちょっとしたお見舞いじゃ恥ずかしいなと思ってですね、話を聞くだけに留めておいて、ブライアンさんから聞いた話が本当だったもんですからね、直に兵士たちの話を聞いて、これは自分一人の手に負えないと思って、細川さんとか今日この場所を設定してくれた城南信金の吉原さん等に相談して、どのぐらい集まるかわからないけども募金活動して、それを今病に苦しんでいる兵士たちに役立ててもらおうということで、この
金を設立した次第であります。まあ兵士たちはね、そんな日本に対して何も文句言ってませんでしたよね。まあ、それだけに、日本としてもこの活動してくれた兵士たちに何か役に立つようなことをしたいと思って、ある程度ある期間を設けて、その中で募金活動をこれから始めますが、その集まった資金でですね、何か役に立っていただきたいと思って今日の場を設定したわけであります。多くの日本国民はこういう状況というもの、また救援活動してくれた20代30代の頑健な体を持っていた兵士たちがね、こんな病に苦しんでるっていうことをほとんど知ってませんから、これは原発に対する反対者も賛成者もそういう立場を超えてですね、その人たちに何か役に立つようなことに対して何かできるかということを考えていただければ大変ありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。本日は今回のアメリカ訪問に同行されたドクター・ビクトリアにもサンディエゴ側の代表として出席していただいております。ドクター・ビクトリア、一言ご挨拶をお願いいたします。サンディエゴ側の被爆した兵隊たちの代表として心から感謝の意を表したいと思います。これは全く小泉元総理と細川元総理、そして城南信用金庫のおかげです。日本には昔から恩返しという美徳がございます。この件こそその恩返しの素晴らしい例として後世に残ることでしょう。ありがとうございました。ちょっと拍手した。いやいや、それでは皆様のご質問をお受けさせていただきます。恐縮ですが13時30分で終了とさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。前の女性の方お願いいたします。すいません、テレビ東京の太田と申します。小泉元総理に質問です。先ほど政界を引退してできることは限られているとおっしゃっていましたが、今ちょっと都知事選で小池百合子氏が立候補されていると思うんですが、立候補を表明されていると思うんですけれども、小泉元総理としては小池さんを支援なさいますか。私はね、もう選挙には一切関わらないことにしてるんです。まあ、小池さんとは小泉内閣の環境大臣として活躍していただきましたけどね、どなたがこれから立候補するか分かりませんが、まあ、報道で小池さんが立候補するということは知っております。しかし選挙に私は一切関わりませんし、この今までも小池さんから相談したいと話もありませんし、会ってませんから分かりませんが、しかし報道から感じるところね、自民党が推薦しなくても立候補するというような話してましたからね、まあ、同居はあるなと思いましたね。
前は女は異教、男は度胸という話があったんだけどね、最近女性も度胸あるなと思ってるんですが、私は選挙には一切関わりませんし、静観しております。まあ、選挙には関わらないというお話でしたが、小泉元総理ご自身の都知事選への出馬はありますか？全く考えていません。ありません。ありがとうございます。すいません。他に、はい、後ろの、はい、女性の方お願いいたします。オーストラリアの公共放送でオーストラリア放送協会と申します。今回の件でですね、現政府の方また安倍首相と、この支援について、話はされましたでしょうか？また日本の自衛隊の中で同様の健康被害っていうのは何か聞いてますでしょうか？私はこの件についてね、外務省の北米局長と話すことはありますけれども、その他の方とは話しておりません、今言ってね。外務省としては、これは政府としては何もできないということですから、私は日本国民の一人として、この問題、変わってきたわけでありますが、友達作戦に、参加した、そういうことに限って今回はこの運動を展開していきたいと思います。はい、他に、はい、前の男性の方。はい、TBS の長沼と申します。先ほどの小池さんの件なんですけども、今日いらっしゃるお二人がですね、ある種小池百合子さんを、育てたというかですね、今日の姿にしたのではないかなと思うんですが、小泉総理から小池さんにもしエールというかですね、メッセージがあるとしたら、どういうお言葉をお伝えになりますか？いや、どういう言葉というかね、もう私は選挙にはね、もう変わらないことにしてるんです。それぞれ考えがあるんでしょうからね、立場があると思うんですけども、私がね、あれこれ言うことは控えた方がいいんじゃないかと思ってます。分裂選挙になるかもしれない、ある種最初にこう自民党を壊そうとされたのが小泉さんなので、それとね、通ずるものというかですね、分裂選挙になるにあたって、なんか小池さんにメッセージというか、ここを気をつけろよだとか、何か頑張れたとか、何かありますでしょうか？それはね、私過去のことだからね、今やっぱり時代が変化してるしね、よく出る意思を固めましたね、小池さん。やるからには精一杯やってほしいと思ってますけどね。ただ選挙には私は一切変わりません。フリーの横田はじめですけども、今回の友達作戦被爆兵士の支援についてはですね、安倍総理、安倍政権も支援して、官民連携という形の方がよりプラスなんではないかと思うんですが、ただ安倍総理は友達作戦の被爆兵士も会ってないですし、今のところ日本政府は動こうとしないと、この点についてはどうお考えでしょうか？それは私は政府に働かけることはしません。もう外務省は政府は何もできないと言ってますから、日本国民の一人としてやっていきたいなと、それだけです。安倍総理に対してはもう諦めているというか、原子力に洗脳されているというふうにお考えなんですか？総理は総理としての立場あるからね、私はもう総理を辞めた人間ですから、あんまり現在の政治に口出しはしない方がいいなと思ってます。他に、はい、後ろの男性の方。はい、
すみません、基金についてなんですが、この配られたその趣旨書といいますか、その最後にですね、原発に対する賛否を超えてという文言が入ってるんですけども、これ今まで原発ゼロと言い続けてきた小泉総理にとっては、どこかこう態度が軟化したといいますか、スタンスが路線変更するのかなというふうに思わせる一文と読めたんですけども、この趣旨についてご説明いただけますでしょうか。それは友達作戦に参加した兵士たちは原発賛成か反対か関係なく参加してくれたんですよ。で、今裁判をやっている状況ですけども、それも裁判の結果がどうあろうったって、病に苦しんでいる人たちはいるわけですよ、まあ、どんどん増えているわけですよ。ですからこれは賛否を超えてやらなきゃ問題だと思っています。裁判の結果によって左右されるのか、そうじゃないですよ。裁判がどういう結果になろうが、我々は何らかの支援はしなきゃいかんと思っているんですから。他に、はい、前の男性。あ、いいですか、手挙げた。前から3番目の、はい、報知新聞の北野と申します。細川さんにも伺いたいんですが、前回私にお出になられたお立場としてですね、今回お出になるならないと含めて、今回のその都知事選の動向というのはどのような思いで見つめていらっしゃるんでしょうか。私も小泉さんが選挙には一切関わらないと言われましたが、私も先の都知事選の後はですね、全く選挙に関わるつもりはありません。政治の大きな問題についてですね、思うことを申し上げることはあるかもしれないけれども、直接選挙に出たり、あるいは出てる人の応援をしたりするようなことは一切やらないと決めておりますので、少し距離を置いて、眺めていきたいと思います。ですから今回の推薦についても、あまりいろいろ申し上げると支障もあったと思いますから、あまりどうだこうだということは申し上げます。他に、はい、後ろの男性の方。テレビ朝日の所と申しますが、細川さん、今の関連なんですけども、やはり小池さんと申しますと日本新党以来の、ね、お付き合いだと思いますが、今自ら名乗りを上げてらっしゃる小池さんに関しましては何か思われることございますか。また事前に何かのご相談というのはございませんでしたですか。そうしたことはございません。ご相談といって申し上げているんですが、私は選挙には一切関わらないというふうにしておりました。そのことについて特に申し上げることはありませんが、さっき小泉さんは、なかなか度胸があるなという話をされましたが、まあそういう言葉を言うとするなら、なかなかいい政治家をしているなということは思いますね。それはどういう意味合いでございましょう。あのタイミングで手を挙げるということはね、なかなかいい勝負も可能しているなということです。その点小泉元総理はいかがでございますか。どう言っていいのかな。やっぱり本人独特の政治観でしょうね。女性が輝く時代をと言っているそういう時代ですから、いいと思ったのか。まあ本人の政治センスがどうなのか計り知りませんけども、ともかく愛嬌だけでなく度胸もあるなという感じですよ。
それではあと1名にさせていただきます。はい、前から2番目の男性の方お願いします。ありがとうございます。朝日新聞小森と申します。今回ですね、支援基金ということで、まあ、これがお二人の脱原発にかける思いというところと重なっているかと思うんですが、今後ですね、政治的なアクションに、まあ、脱原発2人がかける思いというのはですね、政治的なアクションにつながることはあるんでしょうか。確認的にお尋ねします。まあ、細川さんと私は総理を経験した、そしてまた原発ゼロ運動に協力して今その運動を展開しておりますから、どういう反応が出てくるかは分かりませんけども、共に政治経験を持っておりますから、全く政治とは関係ないとは言えないでしょうね。これからも原発ゼロ運動を展開していきますから、私は率直に言って原発ゼロにするのはそんなに難しくないと思ってますから、現に5年何ヶ月、5年3ヶ月ほどほとんどゼロで日本をやってきたんですから、現実によこれどう見るのか、推進論者はゼロじゃやっていけないというのは、数ヶ月でやっぱり原発必要だと推進者は言ってたんですよ。それが5年前の3月11日から2013年の9月まで原発たった2基しか動いてなかった。13年9月から去年の9月、2年間全く原発ゼロで、去年の9月から今でもたった2基しか動いてないでしょ。2基っていうのは自然エネルギーの 1% か 2% でしょ。あの時自然エネルギーなんか 4、5% じゃないかと、とても原発なんかやっていけないって言っていたのが推進論者の立場です。それは5年3ヶ月ほとんどゼロでやってきた。この事態見てもね、原発ゼロっていうのはそんな難しいことじゃないですよ。現実を直視すれば、ま、ずどうして推進してるのか未だに分かんない。原発推進してる人はね、ほとんど頭のいい人ばっかりです。頭のいい人がね、安全でもない、コストは一番金かかる、クリーンでもない、こんなとこどうして分かんないのか、いまだに不思議でしょうがない。だから必ず原発ゼロやっていきますよ、これから。今は静かに動きは見ていませんがね、いずれ必ず大きな憂いとなって日本国民は原発ゼロでやっていこうと、自然エネルギーで今まで原発に頼ってきた 30% 程度のね依存率、100年200年かかりませんよ、20年30年で日本の原発変わって 30% 程度のエネルギーは自然エネルギーで十分日本経済はやっていきます。そう確信してますね。大変恐縮ですが、これをもちまして記者会見を終わります。皆様ご協力誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。